はい。皆さん、こんにちはこんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、ボレーを愛す男が魅力を皆さんにお話しますということで、結局、ボレーってどうなんですかという話ですよね。はい。やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。なぜね、このタイミングなのかというと、まあ、先日ですね、トップスコアラーで新登場しました、フェノメナルフライングボレー、ね、出ましたけれども、はい。ボレーシュートね。まあ、これの最上位スキルがまたね、えー、まあ、ダイナミックフライングボレーの上位ですかね。 でフライングボレーシュートの最上位スキルということで登場したわけなんですけれども、まあ、結局このボレーというところが、まあ、まだね上の方に伸びていったりとかボレーって結局いろんな種類あったりとかで、まあ、例えばオーバーヘッドとかもねボレーの一種だし、まあ、普通のねスペクタクルボレーとかの普通のボレーのねあの派生スキルもあるしみたいな感じで まあ今後またね種類とかがねもしかしたら増えていくかもしれないというところでまあこのボレーっていうのがそもそも採用率がね最近結構上がってきてるとまあ全体的にね高いしなんならまあこのボレーというところが結構注目されがちなんですよねなのでまあ結局ボレーってどうなんだというところをまあほぼほぼ J クラやってきてボレーばっかり使ってる僕がお話ししていきたいなと思いますよろしくお願いしますはいということでじゃあね早速中身に入っていきたいんですが今回もね黒っき文字で4つね題目を作ってきたわけですが まず、ボレーとは何なのかというところなんですが、まあ、J クラで言うと、まあ、フラスルとかクロスとか、まあ、そういうのを主体として、まあ、攻めてきたときに、まあ、あれですよね。まあ、言ったら、もう、直接、えそれを、来たボールを打ち込んで、まあ、ゴールを狙っていくみたいな感じですかね。簡単に言うとね。うん。で、これと相性がいいのが、まあ、最近ね、流行り、流行りつつ、っていうか、まあ、普及しつつある、まあ、ワイドレンジクロスサーを始めた人は、まあ、スペクタ、スペクタ、スパ、スナイパー系と、 まあアーリー系のねクロスとかとの相性が良かったりとかまああとはフラスルですよねはいまあこことの相性がいいとかまあそういったところですねはいまあそれと組み合わせることでまあ結構得点力がね、えー、増していくということでまあ魅力的なスキルの一つとはいなっておりますまあこれがもうボレーの基礎かなと思いますまあこういった感じでまあねサイドからしっかりと攻め込んでまあサイドから出なくても出るんですけどね例えば まあ、これからもしかしたら増えてきそうなのが、先日のトップアシストの伊藤敦木選手とか見たらわかるんですけど、ボレー、あーボレーじゃない。ボ、ボで、ボレーに引っかかるあの、引っかかりましたけど、ボランチね。うん。ボ <laughs> 違いですね。ボランチの、まあ、例えばチップパスとか、フラスル系とか、まあ、そういったスキルとかからも、まあ、反応したりとか、まあ、なんならトップ下の選手とかでもね、チップパスとか、あの、フラスル系とか持った選手から出したりとか、まあ、いろんなとこからね、仕掛けることはできるので、結構ね、まあ、範囲は広くなってきてますね、最近ね。 まあ特にね、あのー、まあ、ボランチとかからも仕掛けるようなことができればとか、まあ、もっとね、えー、CMF とかの、まあ、普及し、ね、あの、選手が普及してくれば、なんかいろんなところから、まあ、ボレーというのは狙っていけるのかなと思うと、まあ、これからもね、まあ、周りのスキルの流行り方を見ると、まあ、廃れることはないんじゃないかなというね、まあ、シュートスキルの一つでもありますかね。はい。 まあそんな感じが、まあボレーとはというところで、まあそんな感じかなと思います。まあボレーはとりあえず、まあそうやってね、えー、サイドと起点にして、はい、しっかりと、えー、ボレー、まあゴールを打ち、ゴールに向かって、まあ直接ね、ボールを打ち込んでいくシュートスキルと思ってください。はい。じゃあ続きまして、えー、右上ですね、こう、採用する基準というところなんですが、このボレーっていうのは先ほどのね、まあ説明の通りなんですけど、まあその CF の選手が例えばボレーを持ったとして、CF の選手だけで解決するスキルではないんですよね。 例えば、まあ、長次元シュートとか、普通のシュートスキルっていうのは、その選手がシュートを打って、まあ、ゴールを決めてというところなんですが、結構、まあ、自力を持っている選手とかだったら、その選手だけでね、まあ、完結することってあるんですけれども、ボレーというのは少なからずとも、まあ、一人で、まあ、ゴールを目指せるわけじゃなくて、まあ、例えば、ウィングとか、まあ、さっき言った通りね、他の周りのポジションとかから、まあ、結局、アシストをもらって打ち込むみたいな感じなので、まあ、一人でどうにかできるものではないので、まあ、そもそもこのボレーの選手を使う基準っていうのは、まあ、そのボレーの選手だけじゃなくて、 周りの、うん、選手が、例えばまあクロスサーの選手がしっかり揃ってるかとか、まあ、そもそもね、そういった、なんていうかな、ボレーを打つ体制がまずできてるのかっていうのがまず一つ。で、じゃあそのボレーをじゃあ打った時に、どれぐらい決定力があるのかっていうところに関してなんですが、まあ、これはもうシュートスキル強化とか、もうその選手のオフェッチとかで底上げして、まあ、なるべくね、やっぱり、ね、ボレーを使うんだったら、ボレーを打った時の得点力というのは、もう最低5割ぐらいは、はい、欲しいかなというところですね。 これなぜかというとまあそもそもさっき言った通りねやっぱり自力とかでどうにかできるものではないので展開に結構左右されるんですねだからまあ展開がはまれば結構打ち込む展開になるんだけれども場合によってはですねここ一発で仕留めないといけない展開になる場合があるわけですよねどうしてもうん結構例えば真ん中でぐちゃぐちゃぐちゃってなって時間が結構潰されるところあるじゃないですか展開的にねでなかなかまあボレーまで持っていけない展開というのもある中でまあその少ないチャンスをものにするみたいな感じですかね まあそういうところも結構求められていくので、まあ、ボレーを使うってなると、うん、まあ、そうね。さっき言った通り、決定力も半分以上。まあ本当は7割ぐらい欲しいかなって感じですけど、まあ相当仕上がってないとね、強みが出にくいってことね。はい。で、あと一つね、もう一ついいところがあるとすれば、これ,ギャもうこれさっきの話、今の話と真逆なんだけれども、例えば、じゃあ超次元シュートとか異次元シュート、まあ、ドロップとかカーブ系とか、まあそういった選手を使ったときに、 まあシュートスキル強化とか特になくそんなにね殺傷力がない場合があるじゃないですか言ったら得点力がどっちみち出ないんだったらボレー使った方がいい場合がありますなぜかというとまあ,あのゴールキーパーをね誘い出してから打つことがあるんですよでそれに持ち込めると得点力がガって逆に上がるんですよねなのでまあ真正面から打ってどうにもならない時 にににボレーとととかかを持っておくく、まあ、まずに済むいいうか、ね、どううねどしようもなななな状態にはならるななる可能性があるとただ、ボレーでも構えられたら入らないときは入んないけどね。まあ、ただ、そうやって誘い出せることがあるので、まあ、特に自信を持ったストライカーがいない場合っていうのも、ちょっとボレーに頼ると面白いことはあります。はい。なので、まあそういったところですかね。まあ、例えば、まあ、結局まあ、そのね、普通の選手とかとの比べになると、まあどうしてもその自信が持てる選手がいない場合とか、 逆にボレー主体で言うんだったらボレーで結構ね、例えばスキル強化とかがっつりついてて、まあ、ある程度、あの、得点力が見込める場合とかに、まあ、採用していけばいいんじゃないかなと。はい、個人的には思います。はい、じゃ続きまして、えー、ボレーの良さって何なのかというところなんですけど、まあ、これに関してはもさっきちょっと言っちゃったんですけど、まず一つとしては、まあ、相手のゴールキーパー誘い出せるとこね。うん。で、これ誘い出してしまえば、先にボール触ってしまえば、まあ、ゴールが決まりやすいというところで、 ま、単純にゴールキーパーとの、例えば、まあ、どう見ても相手のゴールキーパーガチガチに硬そうで無理だよねっていう時でも、まあ、うまくそういった点、ちゃんと誘い出せるような感じになれば、あの、点が取れる可能性があるというところで、まあ、さっき言った通り、積みにくいところね。うん。で、今一発逆転とか、まあ、ジャイキリとか、まあ、そういうの結構狙いやすい、うん、ものになりますかね、ボレーというのはね。うん。で、まあ、もう一つやっぱ良さというのは、まあ、そうですね、例えば、その、 まあ、その、チームを組んだときに、例えば、その、カットイン系の選手とかウィ、まあ、ウィングとか他のポジションに目を向けても、例えばカットイン系の選手をウィングで使うとなると、その選手が結構仕上がってないとなかなかここも得点力出ないじゃないですか。ってなると、なかなかその全員にね、結構高い水準のものを求めるって結構難しいんですよ。ただ、ボレーの良さっていうのは、そのボレーを使うことによって、周りの選手をアシストにね、 あの、専念させることができるんですよ。なんならね。だから、まあ、言ったら、ウィングの選手とかってスキル構成結構いい選手最近増えましたけど、なかなかその選手を仕上がらないってなった時でも、その、まあ、ある程度スキルのいいボレーの選手を入れとけば、あ、ボレーじゃない、えっと、クロスサーの選手を入れとけば、まあ、その選手はクロスサーをね、まあ、ある程度上げてくれればいいと。まあ、そこに、まあ、対して言えば、シュートスキルとかを持ってる選手よりも、まあ、なんていうかな、ウィングとかで見たら、採用の、 難易度っていうかな難易度じゃないな。まあちょっと基準というのは低くなるんですよね。まあさっき言った通りスキル強化がシュートスキル強化持ってないボね。あのー、ウィングの選手じゃないと厳しいとか、やっぱあるじゃないですか。結局シュートセーバーと対峙しないといけないんでね。だからボレーの選手を結局仕上げとけば、そのウィングとかも採用のハードルは下がりやすいと。まあスキルとかでね、採用できたりするので、まあ、周りのね、基準というのも結構ね、まあちゃんとしたスキルを打てる選手持っとけば、まあある程度組みやすいっていうところもあります。逆にね。うん。 カットイン系の選手とかっていうとね、なかなかハードル上がるんですけどね、まあ、そこの、まあ、ちょっと周りのスキル、まあ今回で言ったトップアシストとかである程度いい選手とか手に入れておけば組みやすい、うん、まあ、そんな状況もありますよというところですね。はい。で、やっぱりまあそうね、まぁ、あ、一番はでもやっぱり一発の、一発あるところですね。まぁ、じゃい切りとか狙いやすいというところかな。まあ、試合展開をひっくり返したりとか、どう考えてもちょっときつい展開でも、まあ、打開する強さというのはあるので、で、対応がやっぱ難しいというところがあるんでね、 まあやっぱ守る側からしてもやっぱボレー主体のね、ところっていうのはちょっと嫌だろうし、まあ相手の守備陣にもね、プレッシャーがかけれるし、まあそういったところに関しては僕はやっぱボレーのことを結構好きだし、まあやっぱりなんだかんだね、やっぱね、展開がはまったら気持ちいいんだよね、あとね。うん。<laughs> なんフラッシするからドーンでもいいし、ワイドレンジクロスはドーンでもいいけど、まあそれに対してボレーをしっかり打ち込んで点を取るっていうのは、 まあ使った人にしか分からないと思うんだけども、まあ快感です。はい。これはもう気持ちがいいというところがあります。だからまあこういったところ良さかな。うん。まあ強いし気持ちいい。決まったら気持ちいい。で、周りの採用度っていうのも、まあ別にカットインとシュートスキルの選手ほど、まあその能力値とか、まあそういったのにこだわらずに、まあある程度スキル持ってる選手いればしっかりと組むことができるっていうのが、まあ個人的には良さかなと思いますね。はい。 ということで、まあ最終的にじゃこのボレーの選手たちを使うことに対しておすすめするかというところなんですけれども、まあこれに関してはもう好き好きなんですけど、個人的にはおすすめはしますね。うん。で、さっき言った通り、なかなかそのね、特に初心者の人とかそうなんですけど、まあフォワードの選手とか何人にもスキルとかまでの全部いい状態というのを求めるの結構難しいんですよ。で、ボレーの選手というのはそういった選手をしっかり持っとけば、とりあえずなんとかなる可能性もあるので、 まあ普通にね、真っ向から戦って勝てない相手にも勝てる可能性も出てくるんでね。まあそういうところを踏まえると個人的には、まあ、おすすめはしたいかなと。まあ特に、フォワード陣困ってる人におすすめしたいかなと。例えば、これ自力で超次元とか打てる選手で結構いい仕上がりのカード持ってたら、それはそれでそっちの方がいいかもしれないんですよね。使いやすさとか的にはね。だからなかなかそこができないという人からすると、まあぜひね、使ってみてほしいなと思いますね。はい。 ということで、まあ今回ね、ボレーの話をいろいろしてきましたが、まあ個人的には、はい、まあぜひね、えー、これからまあワイドレンジとかね、また普及して余計にね、まあボレーの魅力というのもね、さらに増してきたりとかする環境がね、おそらく続いていくと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、使ったことがないという人もね、一度採用をぜひね、考えてみてはいかがかなと思います。では今回の、えー、ボレーについてのお話は以上となります。ご視聴ありがとうございました。応援で失礼します。バイバイ。